いいしゃ。陽子のノートを見るとなんかいっぱい質問かなんか書いてあるように見えるんだけど、なんかせっかくねこうして番組に来たんで、聞きたいことがあったらどんどん聞いてもらって構わないんだけども、まずいつも常連のお客さんにハワイユーって言ったらなんかちょっと聞けなかったんですけど、なんとかなんとかなんとかセルフなんかセルフ It's yourself かなんか言われたんですけど、相手が How about yourself? I'm good, how about yourself? とか By, なんかそうですね、自分のことは I'm good とか I'm fine とか言った、何も言わないで、なんとか self って言われたんで、自分のことを言ってるのか私のことを聞いてるのかが分からなくて、私は一応 good って答えたんですけど、多分どんなトーンだった覚えてるかな、こうトーン上がったそれともなんとか下がった、下がりましたね。例えば How are you? って言って、 Oh, I'm not so bad yourself、I'm not bad yourself、そういう言い方もあるかもしれないし、でも yourself って言うとちょっと上がるじゃない、質問されてるって分かるじゃない、だから適当に I'm good って答えてもいいけどもでも下がっちゃうと I'm not bad myself とかなんかそんな感じか、I'm not bad yourself、だから相手のことを yourself、yourself っていうのはあなたは、yeah yourself って言うと、あなたは I'm not so bad myself っていうのは自分のこと、自分は、まあ、自分はまあまあ、でもその good っていう答えは本当にいいと思う、っていうのは自分のことをね、I'm doing good って言うと Oh good で、それが自分、そう相手のことにのしてみてもグッドフレーズにも good だし、ね、自分に答え、そう質問されたら How are you? Oh, and yourself? で How are you? って聞かれると Oh good、 だから本当にいい逃げてますよね、そうです、適当な答えだったらいい、はい、yeah